チャオ、あっちゃんです。今日6月の6日、火曜日、あっちゃんの朝ごはんです。はい、なんか今日はね、チーズ系、ピザトースト系が食べたいから、なんかしましょう。ね、買い物行かなあかんな。ごめん、ちょっとお金使いすぎちゃったな。まあいいね。まあ、予定なんやねんけど、予定外。自動車税があったりさ。で、給食とかさ、2ヶ月とかさ、5月と2ヶ月一緒に行ってたんだけど、まあね、一応まあ、予定は取ってんけど、やっぱり貯金の目減りすると効くよね。今日ね、香薫のね、デッカパックがアコでしか売ってない、ラムでしか見かけたことないからねんけど、最近ラム行ってないから買うてないからね。で、どこやったかな、俺どっかで買うて、燻製屋を食べてみましょう。では、これで焼きます。はい、今日も水出しコーヒーいきましょう。はい、焼けました。はい、今日は、燻製屋ピザトーストです。うん、香薫トーストとどうちゃうねんって、どうも分からへん、食べたことない。燻製屋食べたことないね、初めてやねん食べるの。ではいただきます。もう毎週にわたって橋渡ししていた。うん、おいしいね。香薫の方がね、もっと煙臭い気がする。スモークがきつい気がする。ね、眠たいね。でも9時26分やねんけど、朝からさ、火事あったんよ、この町内で。めっちゃサイレンになってて、で窓から見てんけど、煙上がってへんし、大したことないのかなと思って。そしたら、何分ぐらい？メール来んねん、うだ安心メールで。どこどこで火事ありましたって。ありますって、今燃えてます。燃えてますとか、今出火してますって。で、鎮火しましたってまた来んねんけどね。何分？サイレンになってから、10分か15分ぐらいで消えたから、そんな大したことなかったんかもね、ぼやか、ね、と思うんだけど、結構でもサイレンの数で何かは、ね、山火事か小屋とか民家とかいうので分かんないけど、多分小屋みたいな、山火事より長かったし、民家より短かった気するから、結構いろんなところから勝負が来てるから、結構燃えたのかよく分からないんだけど。今ね、やっぱ怖いやる、知り合いとかもいてるし、同じ地元やったらね、だから心配やったけど、すぐ消えたみたい で安心して、でパン食べてんだけど、でテレビもね、今日面白いのやってないのよ。ちょっと朝からあれやっとっても、安倍首相と安倍昭恵さんの、結構なんか自己防衛しすぎとかな感じでディスってたから、ちょっと面白いって見ようと思ってるけど、火事でさ、そっち気になって見てね。はーい、すいません、ちょっと待ってね。
ことでね、宅急便来て、実はね上寒いからこれ着てんだけど、もうそろそろあの足が熱い、足がいやムズムズいやいやになるから、足は下はね あの履いてないので、上だけ上もこ着てんね。だから冬ほど寒くない、でもやっぱ朝から肌寒いっていうのね、まだ上もこやねんけど、うん、なら、ね、やっぱ寒いね。まあね、21度寒いでしょ。寒かないけど、ね、昼間30度とかになったらやっぱ10度下がると朝晩寒いねんね。だから不安もこう着てんねんけど、20度やからこのズボンはいらんからね、だから上だけ着てんねんけど、うん、けどね、燻製やね、うん、確かにいぶし感もある。でも香薫の方がいぶし感あって、ね、香薫の方がね皮が硬いね、パリってなんね。これ結構皮そんなにパリッとならへん、うん、食べやすいけどね、うん、でもおっちゃんも香薫が好きかな、やっぱり。今度切るんじゃなく丸まま食べるみたいな。今日はね、昨日の夜あれやったん、あの電車の中で何しようかなと思って考えとって、であれしようと思って、帰りにスーパーで買って帰ろうか思ってんけど、うん、その時の、書類出してお金払うんが持っていたかって、急にお金使っちゃって、ね、こっち着いたのが6時過ぎとってね、あ ATM 6時までやから銀行のね、うん、だから出されへんかって、だからさ、うん、まあコンビニ出してもよかったんけど、クレーカー使ってもよかったんけど、スーパーで買うのやめて、うん、食材車で帰りながら食材あれにしようかなって、食材とか晩ご飯、もうご飯炊いていたからご飯あれにしようと思って、ジャーマンポテトのようなもの、もうようなもんって、まあジャーマンポテト、ポテトとベーコンとかやって炒めて、うん、でパセリかバジルかバーンって放り込んで、うん、塩コショウして、うん、結構ジャーマンポテト子供好きやから、うん、ジャーマンポテトしようかな。でそこのとこにせっかくジャーマンポテトドイツ風やからブルスト、ウインナー、うんうん、ブルストでもしようかな。その時に燻製やったから、うん、これも温めるかな。とか業務スーパーなのでっかいやつ、あれ結構美味しいから、うん、あれでも温めるかなと思ってね。で、駅でさ出てった時に、だから小銭がなかったんよ、うん、5000冊しか残ってへんかって、うん、5000冊1枚やったから、うん、で5000冊両替聞かへんねんね、両替車はあれ入らへんのよ駐車場、1000円しか、だから1000冊なかったから両替車なんかで、たこ焼き買ったんだからその辺のコンビニとか了解してくださいのも嫌やし、ちょっと遠いねんコンビニ、駅から遠い言うてもまあ見えてるとかやねんけど逆方向やねん、うん、僕も迷惑されて、それで駅の前にたこ焼きあったからたこ焼き買ってんね、うん、了解してなんか4000ぐらいあったから、うん、どうしようかなと思って、そうだからどこで駐車場800円やからそれ払ったら3000円ぐらいになるやんか、3000円やったらお買い物して足らへんかったらあれやしなと思って、うん、まあね、嫉妬版だけのもん買うたらええねんけど、もうそれで買うんやったらせっかくスーパー来たら他のもんも欲しいなるし、うん、うん、って思ってんけど、うん、でも冷凍食材があるから、ね、帰って6時
何分やったかな、6時駅で6時ちょいやったか、家帰ったら6時半までぐらいに帰れて、だからうん、と思ってんけど6時半に帰ったら回答間に合わへんしなと思っていろいろ悩んでて、うん、で昨日はたこ焼き食べて、うん、でその後たこ焼きをだから6時半ぐらいに食べたからちょっとお腹がまだいっぱいやってる、うん、軽くね、うん、なんのシーチキンとかへしことかあとなんだ梅干しとかそんなんで食べたんよ。でも疲れてたし、もう疲れた顔出すのもあれやと思ったから動画撮らんかったね、昨日うん、うん、感じね、うん、昨日は晩御飯動画なかった、まあ、この後まあ差し替え動画撮るからね、その話の後になんねんけど同じこと言うとるわけになるけどね、ハードディスクちゃんがね、クラッシュしたもショックやけど、まあ仕方ないと、前向きにいくらじゃないからね、昨日壊れた早速、さらのポチっといてんけどね、お仕事情報や、どのかしでも買わなあかんから、いろいろ入っとったんで言った、うん、見えんだろ。あれ消えたよ、あっちゃんのあのいつも使ってる写真、あっちゃんねるのアイコンの写真アイコンの写真何やったっけな、多分あれやと思うんだけど、あの写真とか消えた、うん、ねえ、他何本かは残ってんだけど前のハードディスクにも入ってる分、でも今年あれでも去年じゃ今年買ったんかな、サラのハードディスク忘れたけど、そっちに入ってる分が全部消えだからね、本当にね、あっちゃんゲームのあのトラックとかあれとかあのグラセフとか全部消えた、グラセフさ、まあええねん、ディスクあるからね、テーブルデータ消えた、うん、最悪、めちゃテーブルデータはクラウドか分からないけどね、うん、まあそんなんでグラセフのディスクね7枚か8枚組やねん、それをあのインストールするのに2時間かぐらいかかんねん、めっちゃ時間かかんねん、で海外からのゲームもう全部ダウンロード版やから購入利益やったらタダで入んねんけど、また時間かかんねん、これは多分ねセーブデータクラウドやからいけると思うね、このキッチンの何だっけ、なんとかキッチンのゲームとか全部消えちゃったよ、でもあのハードディスク全部に入れてなかったらよかったな、他のお仕事、お仕事ってあのオイル屋さんの方のデータがねもう今復旧中やねんけど、あれね、またね原因が分かったらあのみんなに言います、ちょっといろいろあってあのオイル屋さんのねあのホームページが今飛んでんねん、それ復旧作業しなあかんねんけど、ぼちぼちやってんねんけど、うん、たまらんわと思ってさ、全部消えちゃったからさ、まあね、ちょっと復旧兼ねてリニューアルしようか思って、でもリニューアルする前にさっき復旧だけしようかんとさ、注文してくれる人ね、機械損失起こすから、うん、一番ね怖いのが欲しい人がおってホームページがなかったらね、もうその人は二度と来てくれへんからね、そこを逃すのが一番怖いね、だから一日も早く復旧しなあかんねんけど、なんかさいろいろと困ってんのよ、あのねまだ確定した情報じゃないだから言われへんねんけども、うん、調べてもらってんねんけどね、なんでか、うん、ハードディスクがハードディスクちゃうわ、ホームページの、うん、あれが
止まったんね。びっくりしたよ。そんなこんなでね、今日はね、うん、最近ね、ピアス外してんねん。あのブラブラ系、やっぱりね、寝とったらね、引っかかんのよ。うん、でこのブラブラ系のやつ、これ可愛いからつけてんねんけど、これがね、ぐにゅってなって、こうビッてつっていてってなったりするし。まあ、ほんまはね、毎晩外すのがええらしいねんけどね。なっちゃん結構めんどくさいアリアで、ピアスつけっぱ。ブレスもつけっぱ。まあ、お風呂の時は取るけどね。今日ちょっと変えてん。いつもと違うでしょ。とね。ぬらすいだ、これミキちゃんに、ミキちゃんが作ってくれた魔除け石。これがなんかすごいええらしい。魔除け。名前忘れた。スーパーセブンやったかな、超高な。忘れた。なんかやね。これ手つきがええらしいで。で、これ多分オニキスかな。ちゃうわ。なんか知らん。忘れた。こんなんね、これ、ま、あのお守りって言ってた。でこっちかはね、うん、グリーンタイガーアイ、めっちゃ綺麗でしょこれ。グリーンタイガーアイとオニキスと水晶の四重紙あれ玄武とかスザクとか白虎とか、あともう一つ何だっけ。まあそれぞれ、うん、の守り石の水晶やねんね、うん、これはね、あっちゃん自分で作ったの、こっちの方のは。でこっちはみきちゃんが作ってくれた、うん、これずっと浄化しとって、で今回ね、いろいろあったからね、あのハードディスク壊れたりとか、家電が調子悪くなったりとか、この前も台所でこけたりとか、あのホームページをね、あの潰されたりとかね、まあ、いろいろあって、ちょっとね、あの浄化して今持ってたブレス、そういや長らく浄化してないなと思って、で今まああの水晶クラスターの上に置いて浄化してんだけど、あの前にね、あれの浄化は取ったんよ、あのなんか煙浄化でも上げるの忘れてて、ようよう考えたらハードディスク飛んだでしょ、ないでしょ、また近いうちに取りますみんな浄化の方法やってって言ってくれてたし、うん、やりますね、うん、だからちょっと待ってね、もうちょっと今日取ろうかな、取れたら、うん、今日はすることがまだいろいろあんねん、あんのはあんねんけども、うん、今日はちょっとね、いろいろ動画撮りたいなと思って、うん、ハードディスクの取りだめて、ちょっとずつ小出しにしようも、取ったデータ全部飛んだからさ、うん、ブルートレインとか撮っとったのはね、残っててよかった。まあ、あれも嬉しかった、ブルートレイン見れた、うん、もうね、何年前だ、十何年前に廃盤になって、廃線になってるね、廃線っていうか、うん、だからもう今現役では走ってないから、あれね、EF65 の1133、1000番台の1133で下関機関庫にあるやつらしいね、ね、うん、調べたん昨日1133でね、うん、だからね、車両番号でどこの所属のどんなところに使われたのがあるデータが、まあ、そのマニアな人がいてんのよ。あんちゃんそこまでデータフェチじゃないねんけども、うん、だから確かにね、写真を見たら関って書いてあった、うん、あの関っていうね、うん、あれ下関のなんか車両の車で電車っていう、まあ、あるらしいんだけど、EF65 のね、1000番台っていう N ゲージが出てて昔、それが欲しくて、一生懸命中学校の時貯めてた。先頭車両、EF65 だけでね、5000円か6000円すんねん。もう中学生ね、5000、6000のこんなちっちゃいおもちゃ買うのにね、うん、もう、清水の舞台から200万回ぐらい飛び降りた気持ちで、一生懸命頑張って。で、EF65 の、普通の古いやつ、昔の方と、千番台ちょっとちゃうね、微妙に。で千番台どっちに買おうか迷って、眺めて、ね、ずーっとお店で眺めに行って、で何回も考えて結局千番台買ったんで、うん、それをちょっとね、思い出があるっていうか、好きやったん、ブルートレイン乗りたくってさ。でブルートレインって大体東京から乗って、九州までね、一晩で行くっていうのが多かった、うん、富士とか桜とかはやぶさとかさ、もう好きでさ。で子供の時乗られへん、で親に言ってもさ、やっぱり一人でなんか行かしてくれへん、死んで親と一緒に行ったら、やっぱり二人で行くだけで何も3万4万往復しとったらもっとかかるやんか。だからね、なかなか行ってくれへん、でっていう車屋で、もう車しか乗らへん、電車なんかめったに乗らへんしてやから、うちお父ちゃんも
だから電車でどっか行く機会なかったさ、憧れて憧れて、ブルートレイン乗るんやって東京行って、東京から乗って九州行って、で九州から、ね、大阪へなんかで帰ってくるのか、そうか、東京までまた帰るかって、まあ、何日もかかるしお金もかかるやんか、それ絶対させてくれへんかったからささせてくれへんか、言ったらさせてくれたかもわからんけど、余裕わからんだし、うん、憧れてたんよ、うん、そんなこんなでね、ブルートレンドが昨日上がってるはずです、うん、今日この後ね、まだ上げてないよ実際ね、だから編集してね上げて、携帯にもデータが入ってんねんね、それもつないでどうしようかな迷ってんねん、まあそれをね上げてしようかなと思ってんねんけどねそれぐらいテンション上がった、多分みんなは興味ないかもわからないけど、あっちゃんはすごい興味あってね、楽しかった。マニアの人はねやっぱいっぱいおったよ、男の人、サラリーマンとか、どう見てもあれ カメラ子供だよ、ようそんなデータいついつここ来る分かってんなみたいな、こんなカメラのことこうやってね撮ってる人が、携帯で撮ってる人がいっぱいあったよ、うんやっぱりね、うん、で電車フェチな人、電車大好きな人っていっぱい出るからね、最近でもね電車好きな女の人も増えてんねんね、うん、そんなこんなで昨日はオフ会も楽しかったし、みんなと会えてね、でちょっと一つね書類を出してきて、一段落ついてホッとしたところもあるし、で帰りにブルートレイン見れたのもあるしね、でいっぱいお話できたのがやっぱり楽しかったしね、まあ、いろいろよかった一日、よかった一日の後にはちょっとショックなことがあったけどもね、まあまあね、プラスマイナスプラスです、よかったですって感じでね、今日もねそのいいことだけを引き継いで、嫌なことはもうね昨日の間に夢の中を落としてきたからね、もう多分リセットされて何も壊れないでしょうそう昨日言わせたけど、トイレもあかんねん、トイレの二股割れて、でなんか調子悪い、水もねもうちょっと前からだけど、水流すの電動リモコンやねんけど、リモコン押したらねゴボって流れへん時あったりね、電動でこうニューッてなる、一応まあ手で回すやつが電動で動くんだけど、そいつが全開になってかつロックかかって水流れっぱになったりするけど、ね、時々確認しやなあかん、もうそんなんで、ね、トイレもリフォームしやなあかんしね、なんだかんだと壊れてんのよあっちゃんち、まあ、一番壊れてんのはあっちゃんやねんけど、ほっといてっていう話やねんけどね、まあ、どうでもええねんけど、まあまあ、あっちゃんはもう壊れっぱなしの人生やけどさ、まあそんなのでもええわ、はい、ということでね、喋りすぎたんでね、めっちゃ今日喋ったと思う、それぐらいなんかね、なんか今日は喋りたいことがいっぱいあってんけど、この辺で切りたいと思います。まだまだ喋りたいから、違う動画、昼ご飯とかでまたね、いろんな雑談したいと思います。では、またねー。バイバイ。